皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、昼頃からですね、またね、その左足首がね、痛み出しました。かれこれね、2ヶ月ぐらいになりますかね、5月の末なんですけどもね、その時に発症した帯状疱疹というね、病気のためにですね、歩けないほどの痛みとね、苦しみをね、味わいました。その帯状疱疹というのはですね、その体のね、神経に潜むウイルスがね、帯状疱疹ウイルスというのがあるんですけども、それのその、まあ普段はね、免疫力によってその活動をね、こう抑制されてたんですけども、そのウイルスの活動をね、こう抑制されさせていたんですけども、まあ、何らかの理由でですね、その免疫力が低下したことによってですね、ウイルスがですね、こうバーッと暴走して神経を刺激するということが起こってしまってね、その体に痛みをね、感じさせるんですよ。まあ、神経だけではね、ほんでとどまらずにですね、この皮膚表面にまでね、出てきてね、その発疹が出てきてね、その水ぶくれになってしまうというようなものが、帯状疱疹という病気なんですよ。そして今はですね、まあ、その後に引きずるその帯状疱疹後神経痛というね、まだまだ神経にね、痛みが残ってしまってるんです。まあ、でもそのね、痛みというのがですね、もうまあ徐々に収まってきて、収まってくれてたんですよ、ほんまだったら。なので、まあ、このまま痛みがスーッて引いてくれて消えていくんかなと思ってたんですけども、昨日の昼頃にまたね、ガッとこうで痛みが爆発してしまいましたよ。まあそこそこ痛かったですね。まあ地味な痛さなので、まあ激しく叫んでしまうような痛さではなかったんですけども、ってこうね、ついね、ついついも言ってしまうような、まあちょっと黙ってられない痛さでしたね。まあ、病院でもらっている薬をね、飲んでるので、まだまだ治療中は治療中なんですけどね。まあ、だからね、このように痛みがぶり返すこともね、なくはなかったわけなんですよ。そのね、まあ、以前のね、動画でですね、その皮膚科でのね、お話をさせてもらった時にはですね、症状がまあ和らいできたら、まあ、そのね、今もらっている薬を、まあ、自分なりに調整しなさいと、先生からね、言われてたので、もうまあその領域にまで達しているから、まああとは回復していくんだろうと思ってたんですけどもね、まあそうはいかなかったわけなんですよね。でそのもらってる薬もね、その帯状疱疹の薬というのはですね、まあ、先ほどもお伝えしました通り、その神経を刺激するウイルスがいてますので、そのウイルスを抑える抗ウイルス剤っていうのと、ウイルスが暴走して神経を刺激して起こる神経痛を抑える薬をもらってたんですよ。もらっているんです、今もね。ほんでそのまあそもそもの薬っていうのは、まあ、例えばなんですけども、痛いというその痛さを抑えるために、ただただ痛み止めと言われているその鎮痛剤というのをね、飲めばいいってもんじゃないんですよ。でまあ頭が痛かったら、その頭痛薬と書いてある薬を飲めばいいってもんじゃありません。まあ、先ほどのね、帯状疱疹のようにですね、原因が分かっている、はっきりと分かっているものに対して、その箇所と症状に適している薬をね、飲まなきゃいけません。でも世の中にはですね、たくさんのお薬がありますよね。まあその我々素人はですね、まあ、それぞれの薬がどの場所に効いて、どの症状に効くねんっていうのがね、分からないまま使ってしまいがちなんですよね。でそれによって、薬飲んでるのに全然症状が治まれへんよなーってこうなるんですよ。でそしてその薬を飲むことによって、体に現れてるその副作用の症状でね、こう効いているとね、勘違いしてしまいます。それではね、何も前に進みません。なのでちゃんとね、それぞれの箇所で起こる症状を、病院で先生にお話をして、先生に薬を出してもらってください。それか薬剤師さんのいてるね、薬局でね、ちゃんとね、それぞれの箇所で起こる症状を、お話しして、薬を選んでもらってください。とまあね、なぜこんなことを僕が言ってるかと言いますとですね、その病院でもらったある2種類のね、鎮痛剤に対してね、疑問を持ったからなんですよ。それは何かと言いますとですね、ロキソニンとカロナールなんですよね。
まあ、ロキソニンはですね、薬局でも販売されてますけども、まあ、カロナールはね、販売されていませんけどね、そのまあカロナールに入ってるアセトアミノフェンという、成分が配合されていますので、そのアセトアミノフェンが入った、まあ、カロナールではない他の、鎮痛剤は買うことができます。まあ、話が戻しますけども、ちなみにこの2つはそれぞれですね、別々の科で出されました。同じ解熱鎮痛剤やのになんでわざわざ違うね両種類の鎮痛剤を出せんってね思ったわけなんですよ。僕はまあそれぞれのね別々のね科でね出されたとはいえですね、同じ病院内のたとえ別々の科であってもですね、そのカルテといったその僕の情報はこれまでのそのね病気やねその情報はね、他にもその飲んできた薬っていうのはですね、そういうのはもうオンラインで、各科がねシェアできるはずなんですよ。なのにもかかわらずですね、鎮痛剤が2種類って思ったわけなんですよ。でももうこれがまたね、自分でねいろいろ調べていきますとですね、とんでもないことがね分かったんですよ、というか気づいたんですよ。まあ僕にしてはとんでもないなと思ったことにね気づいてしまったわけなんです。それはですね、そのロキソニンとカロナールは同じね鎮痛剤、解熱鎮痛剤とね、くぐられてますけども、実はそれぞれのね聞き方がね違うかったんですよね。でロキソニンは歯医者でもらいました、出されました。カロナールは、皮膚科で出されました。歯医者での治療の過程でですね、後に痛みが出てしまうのを抑えるためにロキソニンが出されたことに対して、皮膚科での僕の症状に対して出される痛みに対して、出されるじゃないな、僕の症状に出る痛みに対して出されたカロナールの、まあ、このね2つの違いっていうのはですね、その痛みの出る箇所、痛みの出る原因で、痛みの出方、そしてねそれぞれの効くスピードね、それぞれの薬の効くスピードとその体への負担がね全く違うものだったからなんですよ。わかります？もう一回言いますね。痛みの出る箇所、痛みの出る原因で、痛みの出方、そしてそれぞれの、薬の効くスピードと、それに対する体への負担が全く違うものだからだったんですよ。僕の体で起こっていることで、ね、もっと詳しく言いますとですね、まあ、歯医者でロキソニンが出たというのは、歯を削って治療した時に起こる炎症による痛みと、まあ、この前のね粘液嚢胞を切除した時の傷跡に出る痛み、そして皮膚科では帯状疱疹によって帯状疱疹ウイルスが神経を刺激して出た痛みなので、それぞれの出る場所、痛みの出る場所と痛みの原因と出方が全く違うことによって、先生らがそのね病院の各科の先生らが診断したことがこれによって分かりますよね。歯医者では炎症の痛み、で皮膚科では神経を刺激する痛み、これは全く別物なんですよ。なのでそれぞれに効効果がある別の鎮痛剤がそれぞれの科によって出されたということになるんですよ。歯医者でもらったロキソニンはですね、主に炎症による痛みの場合にですね、その出される鎮痛剤なんですけどもね、でその炎症というのはですね、まあ、赤くなって熱が出て腫れて痛みが出てというこの4つが出るのが炎症なんですよ。で歯医者での症状は痛みというのは、まあ、主に炎症なので、その炎症の、ね、メカニズムとしてね、まあ、ちょっと難しい話になりますけども、炎症しているその箇所からね、アラキドン酸というね、まあ、脂肪酸のことなんですけども、そのアラキドン酸からね生成される脂ロクオキシゲナーゼというね酵素があってですね、それが痛みの原因であるその発物質なんですけどね、プロスタグランジンというねのをね生成して痛みが出るんです。そしてロキソニンはですね、脂ロクオキシゲナーゼというね酵素をね抑制してくれて抑えてくれるんですよ。でそれで痛みの原因であるその発物質のね、先ほども言いましたプロスタグランジンの、生成を抑えることで痛みを鎮めます。なのでこのような場合のね炎症といった時にはロキソニンが出されます。そして皮膚科でもらったですねカロナールはですね、帯状疱疹での神経の痛みに出されました。まあ、今ねカロナールは帯状疱疹での神経の痛みと言いましたけども、別にカロナール自体っていうのはその帯状疱疹での神経の痛みの時だけに出されるわけじゃなくて、まあ、他のね症状であっても皮膚科以外のところでもそれはもちろんカロナールってね解熱鎮痛剤なので出されたりするわけなんですよ。で、まあ、今回の僕の場合ではですね、ちょっと調べたところによりますと、カロナールでもし痛みが効かなかったらですね、痛みに効かなかったらですね、ロキソニンを出すという病院もねあるみたいなんですよ。
まあ、今回僕はねその歯医者でロキソニンにも出されてるんで、で歯が痛くなったらロキソニンを飲んで、足が痛くなったらカロナールを飲んで、というような感じでね鎮痛剤を2個併用してることになるんですけども、さすがにこれはどうなんかなって思うんですよね。僕の足の痛さっていうのはそのね足の中で起こっているわけです。足首の中で起こっているわけなんですよ。だから赤くなってるのは分かれへんし、むくんでいるから腫れてるのかも分かれへんし、別に触ってもね熱を持ってるわけじゃないし、ただただ分かってるのは痛いという事実なんですよ。もういろいろ考え出すとね、あの素人の僕にはもう訳が分かりません。でもね出された薬は飲んだ方がいいと思います。でもねあくまでもね多く服用はしたくありません。しかし久しぶりに感じたこの痛みはねどうしてもね我慢できません。なのでちゃんとね先生に言われた通りにね、そのまあ薬をね調整しなさいねって言われたので、しっかりね調整していきます。まあ、そうするようにとね先生に本当に言われてますからね。でも逆にね、自分で調整していいのって思うんですよ。なんかこう乱用じゃないけど、そういう風な類になれへんのかなってこう自分の中で思うわけですよ。だってね出された分日数分ねちゃんとして飲みなさいやって言われてたんです。でもその減らしていってもいいですよとは言われたんですよ、その時に。でも痛いから多く飲みなさいよっていうところは言われてないんですよ。だから難しいねんなと思うんですよね。なのでまあその歯医者でもらってるカロナールと、あ違う逆やロキソニンと、皮膚科でもらってたカロナールがねまだその一応あの頓服としてね、お守りとしてめっちゃ痛くなった時に飲みなさいよっていう風な感じで、そのねロキソニンとカロナールはもらってたんですよ。だから残ってるんですよ。だからそれをねまあその1日に飲んでもいい、と言われている分量としてね、それをちゃんと守ってね飲んでいきます。まあ、そんな感じでね今日はね、まあ、ちょっと難しい言葉も出てきましたけどもね、久しぶりに感じた痛みに対して、薬を飲んでいいのかどうかっていうのでちょっと混乱してしまったというお話でございました。まあ、そんな感じでね今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。